1番根岸美香ちゃんです。おはようございます。おめでとう。ステージの前の方へ出てきてください。はい、美香ちゃんにはですね、舞田先生から副賞の目録パネルが贈呈されます。そして根岸美香ちゃんはこれでアミューズへの所属、そしてチャオガールとしての活動という豪華特典を手にしました。素晴らしい。いや、すごいですけれども、ここで昨年のチャオガールコンテストのグランプリ、寺内心春ちゃんの出番です。はい、寺内心春ちゃんからはグランプリの歌詞のチャオティアラが引き継がれます。はい、これはね、自らちょっとね、かけてあげて。去年のグランプリの寺内心春ちゃんからチャオティアラがね、はい、いや、この瞬間がすごいですね、うん、毎年ね。そうなの、本当に受け継がれてくる。いや、みんなこういろいろ驚きのリアクションでございましたけれども、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、今のお気持ちいかがですか？すごいチャオガールに憧れてて、まさか自分がなれると思ってなかったので、すごい嬉しいです。ありがとうございます。いや、すごい。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、寺内心春ちゃんから今日受賞したみんなにメッセージはありますか？はい、受賞した皆さん、おめでとうございます。これからチャオガールとして一緒に頑張っていけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はいね、はい、もう仲間ですもんね、これからはね。はい、はい。